どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問い111から120までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からですね、ダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。問い111番です。次の1から5で示される成分のうち、それを含有する内服薬の一般用医薬品の添付文書において、妊娠中の女性ホルモン成分の摂取によって、胎児の先天性異常の発生が報告されているため、次の人は使用しないことの項目の中に、妊婦または妊娠していると思われる人と記載することとされているのはどれでしょうかということで、はい、こちら答えはですね、1番のエストラジオール、これ女性ホルモンですよね。はい、ここが正解となります。はい、ということでですね、ここは、あ、これが女性ホルモンだなって気づけば大丈夫かなと思いますので、これは第3章のところをもう一回しっかりと復習しておきましょう。はい、そして問い112番です。医薬品製造販売業者がその製造販売をし、または承認を受けた医薬品について、その発生をした時は15日以内に厚生労働大臣に報告することが義務付けられている事項に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれでしょうかという内容です。はい、ということで、医薬品製造販売業者、簡単に言うとメーカーさんですよね。はい、ということで、前の方にもですね、ホワイトボードの方にもちょっと書かせていただきました。ね、メーカーさんがですね、承認を受けた医薬品について、その発生を知った時にはですね、15日以内に報告することが義務付けられているというところで、報告するところとしては15日以内、それから30日以内、それから定期報告というものがございました。はい、ということで答えはですね、まず誤っているものとしては1番が誤っております。1番、医薬品によるものと疑われる副作用症例のうち、使用上の注意から予測できない非重篤な国内事例ということで、これは何だろうということで、これ15日以内じゃないんですよ。じゃあ何 ?30 日以内ですか？違うんですよ。これは定期報告になります。これ、難しい問題です。難しいですよ。ね、定期報告に関するところもちょっと突っ込まれるようになってきましたので、ここまで皆さんしっかりと押さえていきましょうね。で、15日以内というものが結構多いです。そして、30日以内というものは何だったっけなと。30日以内ってどんなものがあったかなというと、例えば、研究報告、研究に関する内容がですね、30日以内だったと思いますので、そんなところ。あとは、予測できるもの、して重篤なもの、死亡例を除くで、そして上に書いてあるもの以外みたいなものも書いてありましたので、ぜひぜひそのあたりはですね、手引きでは一覧表になっておりますので、あとは皆さん参考書をお持ちのところ、その範囲のところ、もう一度確認しておきましょう。はい、ということで、問い112は1番が誤っている内容となりました。あとは、1234、後半のところにもですね、国内事例とも書いてありますので、海外の事例に関するところもですね、記載。ちょっとありますので、ぜひぜひですね、一覧表を見ていただくと一番わかりやすいかなと思います。はい、では次行きましょう。問い113番です。次の記述は、医薬品医療機等法の、法の規定に基づく医薬品医療機器と安全性情報報告制度に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正しくなります。4番が正解ですね。A と B が違いますね。A はですね、こちら、医薬品の販売等に従事する専門家は、副作用によるものと疑われる健康被害の発生をした場合においては、拡大を防止するため必要があると認めるときには、30日以内、違います。ここ、速やかに、基本的に速やかに報告していただきたいと思いますので、30日以内ではダメです。それから、報告するところですね。これ、厚生労働大臣をよく都道府県知事とかで引っ掛けてきますので、そのあたりも注意しておきましょう。はい、それから次、B ですね。医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合は、医薬品の副作用報告の対象とならないとありますけど、対象となりますので、はい、ここ B は誤りです。そして C と D 正解なので、4番が正解となりました。はい、それでは次、114番です。次の記述は、
一般用医薬品の保管及び取扱上の注意に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A と B 違うんですけど、 A、 シロップ剤は室温との急な温度差で変異する恐れがあるため、冷蔵庫内で保管をしてはならないとありますけど、シロップ剤は冷蔵庫内で保管してください。他のですね、錠剤とかカプセル剤とかそういったものはですね、冷蔵庫内で保管しますと、出した時にですね、あの室温との、あの湿度の、あの差でですね、湿気を帯びてしまったりとかということがありますので、そのあたりはぜひぜひもう一回テキストなどを確認しておきましょう。はい、なので A は誤り、それから B、点眼薬は開封後、長期間保存すると変異する恐れがあるため、家族間で共有し、早く使い切りましょう。ダメです。家族内で感染しちゃいますから。なので、B は誤り、C と D 正解なので、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。次は、問い115番です。医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、A、C、D は正解でね、B だけが違いますね。じゃあ B どこが違うかというと、救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、その2分の1相当は国の補助ですよと。違いますよね。2分の1相当が国の補助してるのは事務費用となりますので、給付費に関してはですね、メーカーさんからですね、こう集められる、拠出金と呼ばれるものがですね、当てがられていきますので、なので、そういったところはですね、B は誤りとなります。ということで、ここももう一度確認しておきましょうね。はい、ということで、問い115番は5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い116番です。次の1から5で示される一般用医薬品のうち、医薬品副作用被害救済制度の対象となるものは、どれでしょうかということで、こちら、難しい問題だと私は思います。難しいですよ、これ。ちょっとね、いや、これ見落としがちになっちゃうかなと思います。はい、ということで答えはですね、こちら3番が正解となります。はい、じゃあこちら、人体に直接使用する殺菌消毒剤。ちなみに第3章の復習ですけど、人体に直接使用する殺菌消毒剤、どんなのがありましたっけ？覚えておりますか？ね、例えば、シラミとかをですね、除去する、シャンプーの中に含まれたりするんですよ。はい、それがですね、フェノトリンでしたよね。フェノトリンでした。ね、なので、フェノトリンとかがですね、そういったものに関しては対象となります。ただ、人体に直接使用しないものに関しては、対象とはなりませんので、使用を直接するのかしないのかというところで対象となるかならないのかっていうのが違いますので、ここのところちょっと難しかったかなと思います。はい、ということで、そのあたりのところですね、もう一度確認しておきましょう。はい、ということで問い116は3番が正解となりました。では次、問い117番です。はい、こちら医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは1番が正解となります。はい、 A 違いますね。副作用により日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害が残った場合のほか、医療機関で治療を要さずに寛解したような健康被害の程度が軽度なものについても救済給付の対象となる。ね。これ違いますね。これ後半のところ。ね。特に医療機関で治療を要さずに寛解したような場合、ね。なんかお腹痛かった。でも我慢したけど次の日治った。それはダメです。ね、ということで、そのようなところではですね、後半の部分のところ、これ違いますので、対象となりませんので、こういった場合はね、A は誤りとなります。それから B、医薬品の副作用により死亡した場合には、救済給付の対象とならない。なりますので、こちら D は誤りとなります。ということで、1番が正解でした。はい、では次、問い118番です。医薬品、以下の医薬品 PL センターに関する、記述について、カッコ内指軸の正しい組み合わせはどれかというところで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、PL センターに関してはですね、このように、穴埋めのところですね、日本製薬団体連合会というところですね、製薬メーカーがこう、
が集まった教会みたいなものになります。で、そのようなところと、それから B に関しては、こちら何に対して苦情相談を受けているのかというところでは、はい、ちょっと前のホワイトボードにも書かせていただきました。皆さん大丈夫でしょうかね。答えにも直結する内容となりますけど、はい、こちら、医薬品と、それから、ね、答えにも書いてありますけど、医薬部外品ですよね。そうですよね。なので、ここよく医薬品と医療機器とかで引っかかっちゃったりもしますので、そういったところですね、気をつけておきましょう。もちろん化粧品も違いますので、はい、このような引っ掛け問題結構ありますので、気をつけておいてくださいね。はい、ということで、問い118は3番が正解となります。はい、では次、問い119番です。一般用医薬品に関する安全、対策について以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは2番が正解となります。はい、C なんですが、プソイドエフェドリン塩酸塩が配合された一般用医薬品による脳出血などの副作用症例が複数報告されたことを受け、厚生労働省から関係製薬企業等に対して使用上の注意の改定について指示がなされたよというところがありますけど、プソイドエフェドリンではなく、これフェニルプロパノールアミン PPA というものですね。PPA、フェニルプロパノールアミンというものに対しての内容だったと思います。そして、それがですね、最終的にプソイドエフェドリンというものに変わっていきましたよというところだったと思うので、このあたりね、誤りとなりますので、もう一度確認しておきましょうね。はい、ということで、問い119は2番が正解でした。はい、では最終問題となります。皆さんね、頑張りましたね。はい、もうちょっとだけ行きましょうね。問い120番です。医薬品の適正使用のための啓発活動等に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは3番が正解となりました。ということで、A、B、D が正解なんですけど、C、薬物依存は違法薬物により生じるものであり、一般用医薬品によって生じることはない、なことはありませんでしたよね。乱用の恐れがあるものとかは依存性が生じやすいものありましたよね。このあたりは第4章でもね、こう一覧でも出ておりました。それから第3章のところでもいろいろ学んだと思いますので、そのあたりもう一回復習しておきましょう。はい、ということで、問い120番は3番が正解となりました。はい、ということで、ここまでですね、東北ブロックの、2020年度の、内容をですね、いろいろやらせていただきました。全12回にわたってですね、このような解説動画やらせていただいておりましたので、ぜひぜひですね、この回だけじゃなくて他のとこ見てない方はですね、他のところもいろいろ配信しておりますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、ということで、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございました。皆様、よろしければですね、LINE アットなどに登録していただければ、いろんな質問をお受けしておりますので、ぜひぜひご利用ください。ということで、本日もありがとうございました。